はい、皆さんこんにちは。リナです。タカです。ティブログです。私たちは今日シーズンアウトします。3ヶ月ぐらい前の動画でシーズンインしましたけど、本日シーズンアウトします。何の話でしょう。スノーボードですね。スキーですね。ウィンタースポーツです。僕らのメインゲレンデのウィングヒルズ白鳥高原、まあ、岐阜県にあるんだけど、もうね営業停止しました。今日は長野県にある海田高原マイヤスキー場っていうところに、まあ、初めて行きます。今雪山を見えたね。もう見えた。そろそろ着くよ。御嶽山が超綺麗に見えた。結局名古屋から3時間弱。うん、長い。長いです。やり？わかんない。残念。レイラさん大丈夫大丈夫、まっすぐ 1.3 キロ先に左。はい、準備できたよ。タカも準備できた？準備完了。あれ新しいよね。買いました。だよね。上も下も。そうだね。あとゴーグルももう全身新しく一式変わりました。行きますか。はいはい。というわけで早速駐車場からスキー場に向かって歩いておりますが、はい、ポカポカの春陽気です。多分気温ね5度ぐらいだと思う。ゲレンデ着きました。めっちゃ綺麗だけどめっちゃハゲてる。な、何をやってる。赤がまた変なことをやり始めた。朝が勝負だね。やばいらん。私はそのままで柔らかいから大丈夫。怪我したら笑うよ。準備のしてけばよかったって。行きましょうか。行きましょう。え、これで足りたの？準備運動。変わんないよ、そんな、ちょこっと。気持ちの問題。そうやな、やっぱり。足をください。逆にカメラ落としたら笑う。この春の時期は、涼しくて気持ちいい。で、コースはね、ちゃんとびっしり雪あります。到着しましたね。うわー、天気最高や。はい、ということで、行きましょうか。行きましょう、あっち行こう。レッツゴー。最高。最高だね。さっき並んでた時に、うん、あの腕が折れてる人がスキーに乗ってた。あ、そうそうそう。でも俺ね人生でね骨折したことないから。だからなんで人生で骨折したことないか分かる？骨折って何？骨折？骨折はね誰もない。日本人誰一人骨折はない。多分世界で誰一人骨折はしたことない。何？押して骨折ること？骨折？すごいね。そういう話じゃなくて、何言葉教えて。骨折？あのタカはビビリだから怖いことはしない。ノーノーノー、ビビリじゃなくてビビリ。リスクマネジメント能力が高いと言って、だから危険な目には遭わないようにいつもリスクを回避してますね。これがリスクマネジメント能力だね。ちなみに今日は2つのアクションカメラで撮れるよ、はい、この新しいアカソー7をもらいました。以前ね動画でブレイブ 7LE ってやつを紹介したんだけど、それの新しいバージョンをアカスさんがね送ってくれました。ちなみにここのアカスブレイブ7なんだけど、防水もあるし
4K でも撮れるし、本当に GoPro とか Osmo とかが出してるようなアクションカメラと同じ大きさサイズ感です。価格はね、リーズナブルです。まあ、GoPro とか Osmo アクションとかと比べると半額以下で買えちゃうっていう。はい、ここがね、開田高原マイヤスキー場の頂上です。めちゃくちゃ開けてて気持ちいいね。はあ、疲れたよ。コースの途中だけど疲れたよ。はい。お、テンション高い人来た。行く山にはああいう人がいるんで、気をつけましょう。はい、上の方1本滑ってきたけど、ただもうね、暑さと暑さで頭に汗が蒸れてきた。蒸れてきたの意味わかる？蒸れてきたはわかる。漏れてきたはわかるけど、蒸れてきたはわかんない。濡れてきたはベシャベシャじゃん。そう、蒸れてきたはスチームがでこうモワ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 っていう感じ。はい、というわけで日本語講座でした。日本語難しい。こんな感じで毎日レナの日本語はステップアップしてます。というわけでトップトゥーボトム、一番上から一番下まで滑ってみたいと思います。高は何回転ぶかを数えてみます。皆さん、僕が何回転ぶかコメント欄に書いてみてください。レナは俺が3回も転ぶと言ってますけど、俺が1回も転ばなかったら、じゃあ夜ご飯はレナのおごりだね。やだ、高い。俺が1回でもこけたら俺のおごりということで。どうなるか分かる、私はどこかで。おお、ごめん高い、おお、転んだ。というわけで行ってみましょう。今日の夜ご飯をかけて。Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways.誰が当てた？レナが当てた。3回転びましたね。デン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 、私は当てました。はい、というわけで階段大変だよ。疲れたわ。お昼休憩です。お腹減ってきたし、足がパンパンだし、うまそうね。いただきます。豚の生姜焼きかな。もう2回。うわ、うまい。ちなみに皆さんが知ってるかわかんないんですけど、あんかけスパゲッティってちょっと太麺
もちもちした太麺にあんかけをかけてるスパゲティライス。もちっとする、うん、うまい、はい、というわけでラストランになります。はい、めちゃめちゃ暖かくて晴れて、ね、シャバ雪になってきました。多分今気温10度ぐらいあると思う。時間は12時半過ぎ、ラストラン行きましょう。By the sounds I'm breathing in, hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only.お尻プリプリしてたね。お尻プリプリマンだったよ。あの本当はなんかこう短いなんていうショートターン、ショートターンしようとしたけど、で楽しくなってお尻ダンスしてましたね。はいはい、というわけでやりきりましたね。今シーズン滑りきりました。はい、シーズンアウト、はい、シーズン終わりで、今日はこの赤層も使いました。そうだね、赤層ちょっとだけ気になる人はぜひ概要欄にリンクを貼っておきますので、そこで情報とかもチェックしてみてください。私たちのスキースノーボードシーズンアウト動画が終わりになりましたので、いいねボタン押してください。まだチャンネル登録してない人はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。